盛り上がってくる。で、と行くんですね。ここまでいいです。ここなんですけど、切って。はい、そしていよいよギターソロのところに来ましたね。楽譜がわけわかんないことになってますが、ちょっと弾いてみます。はい、雰囲気出てますでしょうか。というフレーズです。コードは簡単なんですけどね。でストロークもずっとアップダウンを繰り返してるだけなんで、まずここ、コードストロークと、コードそのものは簡単だということを、励みに頑張っていきましょう。はい、このフレーズの攻略のコツはですね、メロディーです。1弦2弦の方に注目ください。最初から弾いてみますね。このこれがメロディーなんですね。これを Am なり D7 と一緒に弾いてるだけになるんです。だけっつって難しいんですけどね。何度も言いますが、この、アップダウンは一緒なんで一回右手のことは忘れましょう。で、メロディー聞こえますか？このメロディを意識しながら、コードを変えるだけになります。はい、ゆっくりから、はい、やってみてください。はい、後半も同じですね。3弦からこれがメロディなんです。聞こえますよね、これ。という感じで、これが、コードをずっと後半 G なので、このベース音を押さえながら上の方でというふうに弾いてる。多少ラフでもいいと思うんで、このメロディーの、ラインを、聞かせるというのを意識して、意識するのはそこだけに近いです。あとはもう、周りの音はある程度鳴っても綺麗に響きますので、青い薄い矢印でラフに書いているというわけです。という感じですね。開放なっちゃってもいいです。こんな感じで。はい、ゆっくりからやっていきましょう。ちょっと止めたり、何度も見ていただいたりしてくれるとありがたいんですが、こういうふうに分解すると聞こえてきます。きますが、とにかく何度も言います。早い曲なので、勢いっていうのも大事なんですけどね。こう。原曲この速さですが、ここまでゆっくりゆっくり上げていきましょう。
はい、じゃあラスト頑張りましょう。ギターソロの後半です。まず、人差し指で3フレットを押さえて、薬指で5、これが基本で、またしても小指の出番です。浮いた小指、空いてる小指で5フレット、6フレット、1弦ですね。やってください。こう、タンタタタタン。これメロディー。ここまでね。そして指を、人差し指を3フレットから5フレットに持ってって、1から4弦を押さえる。で、またしても小指で8、8と6。こんな響きですね。もう一回いきます。こんな感じですね。で、F。ですけどね。最後のこれだけアップ、一回切って、最初から。で、最後の最後ですね。 C に、小指が3フレットついた C から B7 というふうに、ギターソロが終わっていきます。最初、ギターソロの最初からいってみますと、ここはまあゆっくりきて、で、盛り上がってくる。ですね。難しいけどかっこいい。感じになってます。原曲この速さですね。こんな感じかな。はい、じゃあ最後ギターソロをまとめていきましょう。この段からですね、ゆっくりいきます。Am からメロディーを意識してください。 G メロディーを弾いてる弦を追っかけていくイメージで弾いてみてください。そのメロディーの弦を追っかけていくイメージ。低い方弾かなくていいです。そして、コードに行く。ここから厚みが出てくる。
カットしっかり、で思い切ってこの F が一番思い切りがいいですね。ここはもう余韻を持たして、でこのここビシッと決めるんですけど、この後一気にこのコードを押さえるのが難しいです。コード自体は簡単なんだけど、コード移動の時間がないというのが、難関ですね。で、はい、ということで、難しいけどかっこいいので頑張っていきましょう。じゃあ最後おまけのアウトロ、最後のとこですね、曲が終わる、ここまでいいですね。でここなんですけど、切って1弦に2フレットを追加してバラバラっと終わるという感じで、結ばれております。楽譜は出しているイントロのとほぼ同じですね。この切って2フレット追加で終わるという感じで、綺麗に終わってください。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。村下幸三さん、なぜか、ギター弾き語りバージョンの解説をやってまいりました。難しいですが、かっこいい曲ですよね。いろんなところにこう弾き応えのあるフレーズが出てまいります。イントロからですね、ミュートから始まりますね。これ右手が大事ですね。でこのバラララをきれいに決めると、なおかっこいいと。そしてバシッと曲もですね、弾き語るには、非常にもってこいの曲になっておりますので、難しい曲ですが、なんとかマスターして、楽しんでいければなというふうに思ってます。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の講座でお会いしましょう。さよなら。